どうもこんにちは。ショッキーです。今日紹介する商品がこちらです。はい、こちらお菓子のね、駄菓子屋さんのお菓子なんですけど、酸っぱいぶどうに五用心、どれか一つが超酸っぱいっていうお菓子なんですけど、まあね、見てもらった方が早いんで、こちらですね。こちらのまあ3個入ってるんですけど、まあどれか一つが超酸っぱいお菓子になってます。それをね、300個買ってきました。イエーイ。まあ300個のうち100個が超酸っぱいやつなんですけど、まあヒロッキーはね、ヒロッキーはまあね、300個中100個なんかはね、余裕でね、しのげる男なんですよ。まあ200個ね、全部当たらないで、まあ食べていこうと思います。何の企画だこれ。じゃあまず1個目食べます。ほら、こういう風にね、3個入ってて、でどれか1個が酸っぱいやつなんですよ。じゃあいただきます。まあね、初めの1個目、いただきます。あ、ん、どんぐらい酸っぱいのか分かんないんだけど。いや、分かんない、酸っぱいんだけど、これが本当に当たりなのか分かんない。初めからやばいやつ追加だな。すいません、もう1個食べます。分かんないかな。あ、え、マジで。初めから酸っぱいやつ引いたんだよ。あ、この動画終わった。一発目で超酸っぱいやつ当てた。はい、終わり。はい、じゃあ気を取り直して。2個目。いただきます。3個目。酸っぱ。酸っぱいやつめっちゃ当たるんだけど。もう3個目にして酸っぱいやつ2個も引いちゃったよ。マジか。ヒロッキーが選んでもダメだね。酸っぱいやつしか当たんない。まあヒロッキーが選んでも酸っぱいやつしか当たんないから、こいつにね、こいつにちょっと選んでもらおうと思う。で、質問して本当にこれ食べていいのってこいつに聞きます。で、食べちゃダメって食べになったらブーンって言ってくれると思うんで。じゃあね、まずこいつから。嘘発見機くん、このガム食べていいと思う？あ、食べていいらしいです。あ、おお、すげえ、正解や。酸っぱくない。じゃあ次、じゃあ真ん中にしよう。嘘発見機くん、こいつ食べても大丈夫かい？食べちゃダメらしいです。じゃあこいつ、嘘発見機くん、こいつ食べても大丈夫？あ、食べていいらしいです。うん、すげえ、すげえ、嘘発見機くんすげえわ、すげえわ、こいつに頼ろう。こいつにしよう。嘘発見機くん、こいつこれ食べても大丈夫かい？さ、食べちゃダメらしいです。こいつすげえわ。やばい、やばい、めっちゃある。どうしようこれ。はい、じゃあ次、じゃあこれ食べても大丈夫か。2。おお、大丈夫らしい。いただきます。うっぱ。
はい、今回の動画はこれで終わりです。見てくれた人ありがとうございます。チャンネル登録ぜひお願いします。じゃあ次の動画で See you。 はい、どうしようこれ、マジでめっちゃあるじゃん。どうしようこれ、どうしようこれ、こんなにたくさん